台湾系アメリカ人はアメリカ合衆国の市民のうち台湾に休憩を持つ人々のこと。第二次世界大戦後の移民によってアメリカに渡った人々とその子孫のことを指すことが大多数を占める。大陸出身の中国系住民と同様とみなすかは議論の対象となっている。台湾独立運動の支持者たちは台湾系住民と中国系住民及び家境は 別だと主張している。台湾系を中国系に含めるか否かの議論は、在外同胞に関わる業務を所管している今日、ストム委員会の英語名称が、オーバーシーズチャイニーズアフェアーズコミッションから、オーバーシーズコ c トリットアフェアーズコミッションに変更されるきっかけとなった。米華料政府が台湾系住民を中国系住民の一部と説明しているように、 人工統計学の研究においても中国大陸や香港、マカオ、台湾だけでなく東南アジアから再移住した華僑も中国の国家の地位としての問題には触れずに抗議の中国系アメリカ人として包括する傾向にある。2007年のアメリカの国勢調査では台湾系住民は10万608人居住していると見積もられた。 1950年代以前の台湾からの移民者の数は取るに足らないものだった。もともと台湾には原住民が住んでいたが、17から18世紀にかけて大陸の清から主に敏南、八家系の人々が移り住むようになった。1895年の日清戦争で台湾の統治権は日本に移り、近代化が推し進められることとなった。 戦前の台湾ではアメリカへの移民の道は実質的に開けていなかった。1840年代にはアメリカの企業がハワイや西海岸の開発に必要な安価な労働力をアジアで確保し始めた際にも台湾が注目されることはなかった。1949年からは中国共産党が大陸に中華人民共和国を成立させたことに伴い、 小解析の中国国民党は台湾へ退却した。冷戦下の状況でアメリカは国民党指導の中華民国を1979年まで中国全土の唯一の合法政府と承認していた。その結果、台湾からの移民者数は中国大陸と同じ数が割り当てられていた。1952年に職業能力や 家庭関係等を基礎とする4つの優先順位の順にビザを割り当てる制度を定めた移民及び国籍法。1965年に移民により、離散した家族の呼び寄せ枠と特定の職能を持つ人を採用する雇用枠を2大優先カテゴリーとして移民受け入れの基本的な枠組みを定めた改正移民法がそれぞれ制定されたことにより、アメリカに移民する条件は緩和され、 多くの台湾人がアメリカへ渡った。1977年に共産党政府がアメリカへの移民を禁止したことと、1979年の米中国交正常化に伴う台湾関係法の制定により、それまで中国大陸に割り当てられていた移民者数が、ほぼそのまま台湾に割り当てられることとなった。1960年代後期以前にアメリカへ移民を行った者は、 国境内戦の敗北により中国大陸を追われ国民党と共に台湾に移ったいわゆる外省人が多数を占めていた。その後は国境内戦以前から台湾に住んでいた本省人の割合が徐々に増え始めた。1970年代後半からは台湾の経済発展が進み政治活動の取り締まりも難化し始めたことから移民者の数は減少するようになった。 多くの台湾系アメリカ人は非常に高度な教育水準を誇っており、医師や技術者、大学教授、科学者、軍幹部、NASA 職員といった社会的地位の高い仕事についているケースが多く、スティーブンチューやリエンテツといったノーベル賞受賞者も存在する。特に本省人の間では日本統治時代に総督府から政治や会社経営の場から排除されていた。 反面、総督府医学校が創設され、医師や看護師になることを促されていたという、歴史的背景もあって、医療関係の仕事に従事することは尊ばれる傾向にあるという、あらゆる社会的背景における、台湾系住民は、アメリカにおける自身らの教育レベルや収入、平均寿命、財政並びに、社会経済的機会といったその他の社会指標において、 著しい進歩を達成したことを表す数値を出し、その多くは貧困を脱却し、中産階級の仲間入りを果たしている。一流大学における在校生、卒業生の比率も国内人口の0.5%未満しか占めていないにもかかわらず高い数値を誇っている。2009年に公表された国勢調査データでは、台湾系住民はアメリカにおけるあらゆる エスニックグループをしのぎ、国内で最も高い教育達成レベルがあるという結果が出た。同年の国勢調査労働統計局の発表によると、未婚率は全米平均が28.7%、アジア系住民が49.7%という数値の中、台湾系住民の未婚率は74.1%という高い数値を出している。 台湾系住民の42.4%は修士号か博士号もしくは他の専門職学位を保持しており、その値は全国平均の4倍以上である。多くの台湾系アメリカ人は企業経営や専門職のほか技術者や医療従事者、投資関係者、放送、学術分野といったホワイトカラーの仕事に従事している。全米における ホワイトカラーの職業の従事者の割合が35.7%であるのに対し、台湾系住民の従事率は67.8%となっている。失業率も全米平均が6.4%であるのに対し、3.1%とあらゆるエスニックグループの中で最も優秀な数値を出している。2009年に公表された国勢調査によると、 台湾系アメリカ人の平均所得は8万1624ドルで国内の少数民族の中でも最も高い額を誇っている。貧困率も8.0%とアジア系住民の中では最も優秀な値を出している。1960年代には 多くの台湾系アメリカ人が国民党政権の白色テロによる逮捕と処刑から逃れるべくアメリカを生活の基盤とすることを選んで同地で家庭を持った。1970年代後期から1980年代前半にかけて台湾の経済状態が改善したことは移民による人口の流出率を低下させる結果をもたらした。1990年代に 台湾で政治の自由化がなされたことは政治的理由で国外での生活を余儀なくされていた人々の帰国を促すこととなった。アメリカ合衆国への中誠の誓いがそれまでの国籍の放棄を要求していないことから中華民国政府においても本人が在米弁事ところを通して中華民国内政部から中華民国の市民権を放棄することを申請し内政部が承認しない限り 市民権が消滅することはない。正式な放棄申請がない限り、中華民国政府は、アメリカの市民権を保持した、在米住民が、中華民国市民であり続けられるよう配慮しており、中華民国で行われる選挙における、投票権も認めている。政治的に、台湾系アメリカ人は主に両国で、多重国籍が認知されていることによって力を得て、中華民国の政治と文化において、 かなり活発な役割を果たした。台湾の独自性のある政治も台湾系アメリカ人第一世代が少なからず影響している。李登輝や曹操優、馬英九など後に国民党幹部となった人物の多くはアメリカで学位を取得した。その一方でアメリカは法明都市やセメイトクといった反国民党行為により台湾を事実上追放された人物の主要な 亡命先でもあった。台湾とアメリカの緊密な関係はいくらかの興味深い政治的な力にもたらすこととなった。時として台湾に対する中誠心の問題が持ち出されることがある。例えば、馬英九総統は2008年の総統選の運動期間中に姉妹と娘がアメリカの市民権を保持しているという事実が明らかになった。早よも アメリカに資産としての広大な土地を保有していたことや自身の子供たちがアメリカの市民権を保持していることが明らかになったため非難されることとなった国民党員である議員や官僚の一部が台湾での公職在任中にアメリカの永住権もしくは市民権を保持していることに批判的な世論があるアメリカと深い関係がある人々が平均的な台湾人より裕福で 特権的な地位にあることは、社会問題の一つと考えられている。しかし、広志乱連盟と広志緑連盟は、双方ともにアメリカとは深いつながりがあるため、どの政治家も政治的優位を失いたくないがゆえに、この問題を扱うことができなかった。広志乱連盟と広志緑連盟はいずれも台湾系アメリカ人に票を頼っている。年中華民国総統選挙の際には、 双方の支持グループがアメリカ各地で運動を展開しただけでなく約1万人の台湾系アメリカ人が約3万票とも言われた不動票の取り込みを目的とした支援集会の開催と選挙での投票を行うために台湾へ向かった。二重国籍者が政治的に高い役職から排除されている間も台湾では二重国籍を禁止するための大規模な 運動が展開されることはなかった。中華民国最高法院では単一国籍、二重国籍にかかわらず、全ての市民は同じ権利を有するとの判決が下された。この判決では、アメリカ生まれの台湾国民も同様の扱いをするということが強調された。台湾系移民の第一世代は、北京緩和を共通語としながら、台湾語を話す者も,も多く存在し、 少数ながら、発カ語も話す者もいた。本省人の移民一世は、日本統治時代の教育を受けたことから、日本語を第二子供として話した。彼らの子供たちも、中国語学校に通っているかいないかにかかわらず、言語継承により幼少期は、北京緩和を話すこととなったが、アメリカにおける大部分の移民二世と同様に、年齢を減るにつれて、親から受け継いだ。 北京緩和を忘れていくといったケースが多く見られた。台湾系移民2世の多くは北京緩和を介する者は少なく台湾語を第二言語として話したが会話能力の程度は個人差が大きい。対照的に台北都市圏出身の移民者の家族は北京緩和を第二言語として話し台湾語はほとんど返さないという。マハッカにルーツを持つ移民2世も 第二言語として北京緩和を話すという。八カの移民一世の多くは北京緩和、台湾語、八カ語のみことごすべてを介するという。敏南と八カの根結は第二言語として北京緩和のみを話しているという。敏南と外省人の根結もしくは純粋な外省人の家庭で育った移民二世は、そのほとんどが北京緩和のみを第二言語とし、 台湾語は全く返さないという、経済面と教育面での成功を達成するため、多くの台湾経営移民は、古い関東語が話されるチャイナタウンに定住することは、なかった。代わりに、彼らの多くは、都市部の郊外に直接移住し、新たに台湾人コミュニティを形成した。例えば、1970年代後期から1980年代初期に、 かけて台湾系移民がカリフォルニア州モントレーパークへの入植を開始し、同地の開発に貢献した。そのことから同地はリトル台北もしくは長唱的な意味合いを込めてマンダリンパークとも呼ばれるようになった。ニューヨーク郊外のフラッシング地区とその周辺でも台湾から新しい資本が大量に投資され大部分が荒廃した。それまでのチャイナタウンに変わる。 新たなコミュニティが形成されることとなった。今日、モントレーパークがもはやロサンゼルスにおける主要な台湾系コミュニティではない一方で、フラッシング地区はニューヨークにおける台湾系コミュニティの中でも文化的、政治的、経済的に主要な地位にある。カリフォルニア州ロサンゼルス郡の中でもローランドハイツやハシェンダハイツ、アルカディア、サンマリノ、ダイアモンドバー、 ウォールナット、サンガブリエル、テンプルシティなどは、リトル台北の様相を呈している。だが、台湾の文化的な年間行事に関する催し物は、今もその多くが、モントレーパークで開催されている。モントレーパークでの成功に倣い、テキサス州ヒューストンでも台湾経営移民が、1980年代、中頃からベレヤー通りで、新しいチャイナタウンを形成するようになった。現在では、 ホア族系移民も多く住む。台湾系移民の特に多く住んでいる地域は、サンガブリエルバレーやサンタクララバレー、イーストベイ、ロサンゼルス郡とオレンジ軍の境界に位置するセリトスアルテシア、オレンジ郡中部のアーバインである。カリフォルニア州以外で台湾系住民が多く住んでいる地域は、ニューヨーク郊外のフラッシング地区、ワシントン DC 北西部に位置するメリーランド州、ロックビル、 テキサス州では、ヒューストン近郊のシュガーランドやダラス近郊のリチャードソン、シアトル大都市圏の一角をなすワシントン州、ベルビューなどがある。その上、ジョージア州アトランタ北東部においても大規模な台湾系移民の流入が見られた。1980年代中頃から1990年代にかけて多くの裕福な外省人系住民が、 モントレーパークからローランドハイツやハシェンダハイツ、アルカディア、サンマリノ、ダイヤモンドバー、ウォールナット、サンガブリエル、テンプルシティへ流出し始めた。本省人系住民も同様に過去10年の間にセリトスやアーバインへ流出するようになった。時を同じくしてモントレーパークには中国大陸やベトナムからの移民が住むようになった。 台湾系住民向けのショッピングセンターや複合商業施設にはほとんどのところでスーパーマーケットだけではなくレストランも完備されているため郊外に住んでいる台湾系住民はチャイナタウンへは滅多に出向く必要がないという加えて店では若い在米台湾人たちが本国における最新の流行や大衆文化をリアルタイムで知りたがっていることを見越して 台湾からの輸入品を提供している。台湾系住民は本国から定住したコミュニティに台湾料理を持ち込んだが台湾系コミュニティ以外ではタピオカティーを除いて人気を得ることはなかった。台湾系アメリカ人のための団体としては台湾人公共事務会や大備公民協会、吉国大末学生協会などがある。台湾系住民が多く住む大部分の都市には 台湾協会、または台湾センターが置かれている。1969年には北米で初となる台湾系協会である恩恵規制協会がニューヨークのウッドサイドに設立された。台湾系住民は世界日報やシカゴチャイニーズニュースといった北米における主要な中国語新聞社を何社か運営している。しかしながらこれらのような有力かつ購読者の多い新聞は 台湾系住民だけに敬語をすることはなく、むしろ中国系住民に合わせた内容の論調がメインとなっている。週刊新聞である太平洋日報はより排他的に台湾系の読者に向けて適合させた内容の論調となっている。テレビ放送においてもアメリカにおける中国語放送は中天電子などの台湾系メディアが支配している。台湾資本のテレビ局は 台湾系アメリカ人に対してリアルタイムで台湾におけるニュースを提供している。99ランチマーケットのように台湾系住民を主な客層に見込んだ企業がいくつか存在する。エーサーやエイスース、ヤフー、ビューソニック、n ヌビデ v i d i a ン、ユーチュー YouTube など台湾系アメリカ人によって経営もしくは共同設立されている企業も少なくない。ありがとうございます。